人生を豊かにする建築の見どころと題したこの講座、今回初めてオンラインでも配信されることになりました。日本は実は一流の建築家がたくさん生まれている国として世界でも有名です。打ち放しコンクリートの表現に新たな領域を切り開いた安藤忠雄さん、既存の枠組みを超えようとする挑戦で世界を勇気づけてきた伊藤豊雄さん、日本のガウディとも呼ばれファンが多いボン・ジュコーさん、一度目にしたら忘れられない神話的な形をした渡辺豊和さん、モズナ紀行さんの作品、それとは対照的に日常の中の豊かさに気づかせてくれる作風である坂本和成さん、それぞれの建築家が持つ視点の個性、表現の個性、生き方の個性とは何か、分かりやすく多くの写真と一緒にお伝えします。建築はとっつきにくいかなと思っている方にこそご聴講いただければと思います。